はい、DLG こそバルエルエイ、サイボーゲイエーイ。いや、こっちのセリフ、サイボーゲ、それはこっちのセリフだよ。うるさいだけやな。誰が？いや、概念さん。いや、うるさいだけってそんなにね、声も張ってないし、そんな騒いでもないし、どうしてくれんだよ、もう。すごいね、今もう開始はい1分経ちましたけど、はい、面白いことあなた一つも言ってないですよ。いや、もうそうだね、すごいですね、もうそこは認めるわ。うん、それはそれでいいよ。なんかよくさ、うん、このご素人さんから、ご素人、ご素人さん、なんか面白いことやってよっていう、あ、なんかそういう振りってあるやん。なんでご素人、うんうん、あ、まあ振りあるね、うん、振りあるね。よく、まあ、芸人さんとかはさ、うん、いや、そんなん急に言われてもみたいなとか、いや、そんな振りないしみたいな、よく言うやん、うん、でもやっぱそういうのにも対応していかなあかんのかなって思う部分もあるわけよ。ああ、まあね、確かに。いわゆる無茶ぶり、うん、しかも一番なんやろ、低俗な振り、なんか面白いことやってよとか、はい、面白いこと一言みたいなとかね。あー、うん、もう面白い前提のもうハードル高いみたいな感じの振り。 それでこっちがさ、うん、その振った側がそのもう滑るの前提でなんか切り返しを用意してるやったらまだいいけど、うん、パナシパナシパナシ、もうなんかさ、今日どうしたの、さっきからパナシ、うん、パナシね、パナシ、ちょ、面白いこと言ってる。排水口。あ、なるほどね。あの排水溝のあの水が、あ、じゃあは台風とかでこう水がこうバーって増水するところが面白いとかっていうことや。やっぱなんかいろんなものが詰まるわけですよ、排水溝に。あ、おい、あと、57分、排水溝について喋ろう。これからずっと排水溝について。だって面白いことを今言ったわけやん。だって排水溝を語れるってことやろ。いや、まあいいけど、そんなさ、なんか排水溝ってどっちかっていうとさ、マイナスっていうかネガティブなイメージ。じゃあお前、排水溝って聞いてまず何を思い浮かべる？髪の毛。は？え？キッチンやろ。いや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 。じゃあな、え、じゃあお前場所はどこを思い浮かべてた？風呂？草。え、草って何？いや、排水溝ってだってね、もう字のごとく排する水の口ですよ。なんかさ、コメントでさ、はい、アベオですって言ってあれ、ついになんかよくわからへん、あれ、我々も有名になって、うん、なんか偽物が出始めるかもしれんね。あー、やっぱり、まあ、ちょっとこういうのはスルーしていかないと。そうですね、ちょっとね、アンチみたいな、危険やん、ちょっとあんまり関わっていかない方が。排水溝ですよ。おお、排水溝な、うん、あと56分、排水溝。これ、ね、何その刻みは何なの。別にさ、言わなくてもいいよ、排水溝の話するじゃん。あ、すんの。いや、どっちだよ。どっちなんだよ。いや、面白いと思えたら全然してくれて。排水溝の話、え、でも、やっぱそういう中ね、こうポッとしたワードでも面白い話、今、面白い話ってわけじゃないけど、できんの。違う、すごいね。違う、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、すごいね。違うよ、だからなんかね、そういう話で盛り上げていけるのが芸人さん。嘘ついた今。違う。でもさ、最初さ、芸人さんの話だったじゃん。俺も今、激横ファンファン丸やて。ファンファン丸って何、もう扇風機か。いや、あの換気扇やった。換気扇の方か、うん、そこら辺がやっぱ違う。俺はキッチンでさ、お風呂やん。俺今、うん、ファンっつったら換気扇やん。いや、なんで扇風機、季節ちゃうし。いやいや、まだね、使っ、まだね、多分家に残ってる人もいるよ。換気扇なんて一年中やんか。まあそこは。やろ？ほら。そこはね。俺今、もう怒った。ちょっと、お前。何？これかけろ。え？何？アイマスク？はい、アイマスクです。ちょっと、もう、メガネ。ここに？グラサン取って。グラサン取って。うん、ちょっとかけて。
け。もう、もう今激横ファンファンまでやからさ。いや一緒やん。え何変わらんやん。いや本当に、うん、いや見えてないからねこっちから。ほんまに見えてない。え全然見えてない。じゃあ今から、はい、まあせっかくなんで、はいはい、ちょっと概念さんに、はい、聞きたいことがあって。個人的に聞きたいこと。聞きたい、いや聞きたいことじゃない、聞きたいことって。聞きたいこと。何を動揺してんの。いやちょっとやっぱね、人間の五感の一つが奪われるということはやっぱ不安になるわけですよね。はい、今まであったものがなくなるわけですから。ああ何何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 ねえ、ちょっと音、音ちょうだい、音、声ちょうだい、声。何何何なんかオーラっていうか、あー何触ったよなんか今、ごめんね、圧みたいのが怖いからさ。じゃあ今から尋問を始めていきます。尋問。おーなんか怖い。気軽に答えてくれればいいんで。あ、気軽にね。はい、うん、ガイネさん、はいはい、ダーツとか。ダーツ、はい、ダーツね。その、まあ例えばアーチェリーとかね。うん、あと銃、銃。銃、うん、あ、まあモデルかでもいいですよ、普通の。ああ、そうです、なんか射撃場的な。そう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 。なんか撃つっていうの、なんか好きっす。撃つですか、うん、ああ、まあ好きですね。アクティブな。はい。嫌いじゃない。嫌いじゃないですね。嫌いじゃないね。はい。オッケーオッケーオッケー。弓矢引くとかね。そう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 。ちょっとね、楽しそうな感じ。そうそうそう。ありますよね。ガイネさん。はい。ね、4月、5月、6月ぐらいで、はいはい、なんか嫌なこととかありました？あー、春先に？そう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 。まあ、なんかちょっとむしゃくしゃすんなーみたいな、なんかちょっとなんかイラッときたなーみたいなこと。別にその内容は聞かないです。あったかどうかだけ。あったかどうか。あー、でもあったかなー。あった。あった。あったね。あった。あったね。あったね。あー、あったあった。あったあった、ね、思い出した。あったあった。ちょっと詳しくは言えないけど。あったね。うん、あったあった。概念さん。はい。犯人お前やな。犯人？犯人はお前やな。いや、いや違うと思います。あ、違う。はい。それは違うと思うな。違う。何の犯人かちょっとわかんないけど。わかんない。そんななんかね、犯罪めいたことはしてないよ。ほう。うん、してないしてない。そんな捕まるようなことしてない。じゃあ聞きますよ。はい。やっぱ7月の。ね。7月の。4月、まあクソ暑い日とかあったじゃないですか。まあありましたね。はい。7月の某日ですよ。7月の某日、はい。私、バイク乗ってるじゃないですか。あ、乗ってますね。はい、乗ってます、乗ってます。うん、で、よく、まあ、あなたのご実家の前の道路をまあ、普通に通るわけですよ。まあまあね、はい、うん、うちの、まあ、うちのね、そうそうそう、近くをね。そうそう、うん、だからまあ、1ヶ月ぐらい前に車検があって白い車に変わってたなっていうことも知ってるんですよ。いや、もう個人情報すげえ知ってるじゃん、もう。うちの、なんだよ、もうそれ恥ずかしいわ、なんか。そうそう、そういうことも知ってるんですよ。あー、ね、まあ、いいんだけど、うん、何、うん。で、7月某日。7月某日、うん、はい。まあ、ある日ね、僕ちょっと原付がパンクしたんですよね。こう、後輪が。はい。で、うわっと思って、まあ、ちょうどなんかこう、はい、誰かと待ち合わせしてるとか何かしなければいけない用事があってとかじゃなかったからまだ良かったけど、はいはい、もうほんと30度オーバーの日です、はい。で、そっから真夏日ね、うん、バイク屋を電話で探し、はい、でもう パンクしてるから、もう普通に動かせないわけですよ。はいはいはい。だから押して30分ぐらい、はい、でバイク屋に行ったんですよ。おお、まあそれはね、パンクしてたら行くよね。どう思います？え、どう思う、それを聞いて。大変そうだなー。ほう、大変。まあでも、ざまあ見ろと。いや、ざまあ見ろと、ざまあ見ろと思ってるんでしょ。いや、ざまあ思ってるんでしょ。思ってないよね、思ってるんでしょ。思ってない、思っ、いやー、なに、なに、違う違う、待って待って、なになに、
怖いから本当に怖いよ。でそのね、はい、パンクした場所、はい、あなたの家の前なんです。いや嘘だ、本当なんです。これは嘘だ、焦ったよ。いや待って待って、俺あの道路にね、はい、何も落ちてないあそこ、はい、何もなかった。その突起物的なものは、はいはい、なんか踏んだなとかじゃない、はいはい、急にあなたの家を過ぎ去って2、3メートル後にパーンって言って、いや待って待って待って、うちを過ぎ去って2、3メートルパーン、そう、それは違うだろうね。そ、まあ、あ、はい、そういうことがあったんですよ。で俺後ろ振り返っても誰もいないと、はい、で車もちょうど来てなかったあれと思って、なんだと思ってで音だけなんかガサッてこうしたんよ、うんうん、ちょっと上の方から、うん、お多分、うん、撃たれたんだと撃たれた、そう、スナイパー的な人におお、ね、で先ほど質問したですよ、で、あなた撃つのが好きだと。いやまあ、ね、でちょうど4月、まあ、5月、6月にちょっと嫌なことがあったと。え、まあね、あったよ、うん、あったあった。犯人ですね。いや、ちょっと待ってって待ってって、いやでもそんな偶然ある。いやある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 でしょうよ。お前の家の前でパンクするいやだってね、なんかあったんじゃないの。しかもなんもないねんで。いやいやいや、だって真夏日ですから、そのね、バイクのタイヤもね、暑さでね、もう悲鳴を上げますよ、そりゃ。あー、だから俺、何、あ、なに、いやもう、怖いんだよな。だお前がなんかこう、え、だってあの概念さん、サバゲーとかもね、はい、一時期行ってらっしゃったじゃないですか行ってましたよね行ってましたよね行ってましたね。ほら行ってましたね。いや、よく知ってんな、おい。ね、言ってましたけども。あなたのことは何でも知ってるんです。だから、ありますけども。音が聞こえたのは、まあ、ベランダのドアをこうガチャってする音だったんだろうなと。いや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 。ちょうどね、あなたの家、ベランダからこう、打てる距離にあるんですよ、あそこ、道路、目の前でね。まあ、あるけどさ。いや、嘘だよ。そんなわけない。そんなわけないよ。あ、そんなわけない、そんなわけない。何何、そんなわけないでしょうよ。もうだからまあ7月にそれがあって、この2ヶ月間、はい、俺はずっとあなたが犯人だと思って接してきたんですよ。いやね、そんなね、あの陰湿なあの嫌がらせしませんから。いや、あなたはどちらかというと陰陰じゃないですか。まあ確かに ね、イメージ的にそうかもしれないけど、普通ね、あのいいんじゃない人はいきなり俺に、えい、あー待って何よもう急なんだよ、やるわけですよ。あー、まあね、ムカついたら叫んな、あーってね、はい、もうなんなんだよ、はい。だから今日は、うん、ちょっともう俺も、はい、堪忍袋の尾が切れかかってる、これ今回の件に関しては。だってもうそれでお金も失って、汗も失って、汗も失ってはまあ、うん、いいんじゃないの、ね、信用も失って、信用、え、だってそんな、だって一緒にやってるメンバーから狙撃されてんねんで俺。いやだからとばっちりだって、絶対で、ちょっと今回は、うん、仕返しじゃないですけど、うん、仕返し。いや待って待って、いや俺だって何もしてないよ、ほんとに。あー、なになに、なんかカサカサ言ってっけど。あー、なになに、なになに、ちょ、音ちょうだい、音、声ちょうだい、声ね、我々といえば、びっくりした、びっくりした、まあ、こちらですよね、ね、我々 TNG 小僧といえばこちらですよね。ちょっと待って、なんなの、なんなの、ね、見えないからさ。我々 TNG 小僧でしょといえばこれなんですよ。まあ、まあ、よくこれをね、はい、足したりしてるわけですよ。あー、足すやつね。ね、足すやつ、足したりしてますよね。はい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 、してるしてる、うん。うん。まあでもそれはいつもやってること。え、待って、してるか、してる、本当にしてるやつ、してるやつだね。大丈夫なやつだね。大丈夫なやつなんだよね。
ね、いつもやってるやつなんだよね。やだよ、なんかちょっと違うのとか、やだよ。え、俺、え、足してるやつなんだよね。ねえ、ね、ちょっとさ、答えて、答えてよ。怖い怖い怖い。まあでも、いつもやってるやつをね、ここでやったとしても、別に何の俺の、なんか、うさばらしにもならないと。ね、待って、もう、だからさ、とばっちりの、うさばらしってさ、まあだから今回は、こちらも用意しました。うん、こちらも、ね、まあもう見てる方はもうピンとくるとは思いますが、何、まあ普通これはね、うん、あれを入れるわけですよ。あれを入れる、作る上で、作る上でヒントが少ねえなおい。でもちょっと今回はね、こちらを入れてみようじゃないかと、うん、え、どういうこと、もしかしたらどういうことなの、もうマイウーなのかもしれないし、うん、うまいなのかもしれないし、美味かもしれない。いや全部うまいんだな、じゃあいいんだな、大丈夫なんだな。いや美味しいならいいよ、美味しいならね、うん、まあでも僕も鬼じゃない、うん、鬼じゃない、どっちかというと桃太郎、うん、あ、そういうことね、ちょっと分かりづらかったわ、もうアンパンマン的なね、そういうことね、正義の味方の方ね、そう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 、うん、ただ苦痛を与えるっていうのもまあ俺がちょっとね、いや待ってくれ、ただ苦痛を与えるっていうワードでもう俺は苦痛をもらうことになってるんだな。まあだからチャンスを与えようと。チャンス、だまあもしかしたら俺の勘違いかもしれない、さっきの言ったこと、ね、いや絶対そうだよ、もしかしたらもう100分、いや100分の1じゃないな、まあ万が、いや千が奥が1ですよ、奥が1、そんな、いやまあね、じゃあ分かったよ、奥が1、俺が勘違いかもしれない、うん、分かった、じゃあまあね、それ話進まないから、でもそれで行こう、うん、そうそう、で俺にチャンスをくれるわけね、そう、あなたにチャンスをあげる、うん、俺にチャンスくれるわけね、おぉ、1番、1番、2番、2番、3番、お、ね、番号、1番、2番、3番ね、はい、1番、2番、3番、うん、じゃあまず、どれを1番から3番あ、これは何？適当でいいの？あ、いや、でも自分がもう、好きな、なんかで食べたいものを、食べたいものはい、見えないからな、まあ、でも、まあ、順番通りに行くのもなあれだからな、もう直感でいいですよ、それは。まあ、でも僕、やっぱね、不動のナンバー2、2番が好きなんで、はい、とりあえず2番で、2番で、OK、わかりました、はい、とりあえず2番ね、うん、とりあえずね、とりあえず、あ、まあガイネさんが選んだのはこちらとね、うん、さあそう、2番ね、うん、もう一つ、もう一つ、もう一つ、はい、もう一つ、1番、1番、2番、2番、3番そう、お好きなのを選んで、待って、番号一緒なの、いや一緒ですよ、番号一緒なの、はい一緒ですよ、うわい、あ、でも組み合わせだからやっぱ数字のね相性もあると思うんだ俺は、はい、だからね1番いこうか、1番1番いっとこ、あ、1番でいきますか、いやここはねちょっとね直感で1番、ああなるほどなるほど、うん、1番いっとこう、オーケー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 、1番、じゃあまあガイネさんが選んだのはこちらとね、うん、いやもう何何もうさ、まあ普段普通はねこれはね作る過程で透明なものを入れちゃうんですけれども、おお、透明なものに入れちゃう、え、透明なものに入れちゃう、どういうこと、まあ今回はこちらをね、はい、うん、もしかしたら奇跡が起こるかもしれない、じゃあ早速、うん、いっちゃいたいと思います、はい、なに、何、いやマジで怖えなこれ、あ、何、あー、何何何、もうやめて、ちょっとおー、何何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 何、え、何の音これ、おお、何何、うん、オンしたいと思います、オン、オンしたい、何オンって、乗せるってこと、まあ、ちょっと時間かかりますんで、あー、はい、はい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 、これどう思います、これどういう感じになると思います、予想、予想、予想、そうだね、まあでも程よい苦味とかあるんじゃない、おお、
今もう見てる方全員おー言うてます。あ、本当に？だから100人いたら、うん、92人はおーって言ってます。お、だいぶいってるねだいぶいってるねでも、え、そうなの？本当に？まあでも今ね、見てる方わかんないかもしれないですけど、全く今匂いとか全然ないですからね。今この俺の周り無臭だからね。うわ、な、やめて、本当に。結構、結構なあれだから、結構なビビリだからさ。結構なビミ？いや、ビビリね。ビミじゃない、ビビリね。え、これは何？作るのにやっぱ時間がかかる？そうっすね、大体2時間ぐらい。いや、もう終わっちゃうよ、もう番組終わっちゃうよ、もうさっきのなんだ、おーって言ったのもどうすんだよ、もう結果知らせらんねえじゃねえか。ちょっと俺、作るの時間かかるからさ、はい、ちょっと、換気扇のこと話してて。換気扇のこと？いやね、換気扇って、まあなんか結構ね、音？まあ部屋のね、空気とかをこう換気して、まあその字ごとく、何？字のごとく、まあそのね、お部屋の空気をね、換気してくれるわけですけれどもね。まあでもやっぱり一番気になるのは音なわけですよ。ね、うちのね、トイレの換気扇がすごくてね、音が、いや何、怖い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 何何何ま、森に迷い込んだ感じ。いやこれうまそう。本当に？うん。おい、これね、正直言っていい、うん、意外といけると思う。本当に？うん。いやどうなんだろうな。学会レベル。学会レベル。うん。学会レベル。学会レベル。いや発表するぐらいの。いや本当ね、できると思う。ああ、日清さんに言ったらいけると思う。あ、マジで？日清、うん、あの日清さんに。そう。これいけますよっって。いけますよって。いや、わかんねえな、ほんとに。日清、最悪サントリーさんでもいい。え、待って待って。はサントリー、え、なに？サントリーさん。サントリーさん？サントリーさん。今、サントリーさんっておっしゃいました。わからん、ヨントリーかもしれない。ヨントリーってなんだよ。ヨントリーってなんだよ、もう。え、サントリーさん。サントリーさん。え？飲み物？え？どういうこと？飲み物？何？何を入れたの？え？何が？待って、何を作ってるの？ちょっと待って、何を作ってるの？それは言えないよ。あ、言えないんだ。言えないよ。言えないよ。え、見えてるでしょ。いや、見えてないよ。だってよく俺は心眼を持ってるってさ伊達政宗の前とかよくするやんしてるかしてるかあ、でも食べられるもんなんだよね。そこは、え、待って待って、え、ちょっと待って待って、ちょっとそのレスポンサー欲しいよ。そのレスポンサー欲しい。どうだろうね。多分いけると思う。うわー、もう、なんでだよ、これ。え、ちょっと待って、チャンス。あ、来た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 。あ、来た、うん、来た来た。いや、もう、なんだよ、この時間。なんなんだよ。インします。はい、イン、どうぞ。足すってことね。足す、うん、ね、な、おお、なに、大丈夫？え、なになに。さあ、というわけでインしました。はいはい、完成。あともうちょっとね。ああ、まだかかるんだ、ね、はい、3分ぐらい。結構手が込んでるんだね。3分ぐらい。3分あ、分かったぞ。3分は分かったぞ。さすがに分かる。分かる分かる分かる。ウルトラマン、ウルトラマンじゃね、うん、ウルトラマン3分な。あいつは3分だから。ああ、なるほどね。なんかちょっと匂い大丈夫これ？匂いする？なんかちょっと、え、しない？俺の匂い？いや、これ意外と、うん、いい匂い。本当に？うん。なんかほのかに匂ってるけど、ちょっとまだわかんないな。何の匂いがするの？なんかね、なんか香ばしいっていうか。いいんじゃない？香ばしいにさ、あんま悪い印象なくない？逆に。
まあまあまあ、まあ、香ばしい食べ物とかさ、まあまあまあ、香ばしい飲食物に関して、まあ確かにね、やろ、うん、ということはやん、うん、ねえ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 、さっきさチャンスって言ってたけど、うん、俺はどういうチャンスを与えられてるの？え、何が？え、だからあれでさっき選択肢与えたじゃないですか。はい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 、あれでもしかしたら政府のものがあったかもしれないあ、そういうチャンスね。そう、あったかもしれない。あったかもしれないし、今選んでるかもしれない。そう、選んでるかもしれない。ああ、なるほどね。いやし、もともとなかったかもしれない。おい、ちょっと待って、なかったらチャンスじゃねえじゃねえかよ。いや、でも、あなたにとってはチャンスかもしれないし、俺にとってはピンチかもしれない。なって、どういうこと？ヤマディにとってピンチだもん。そう、いや、それ人それぞれ好き嫌いあるからさ。ああ、なるほどね。いや、マジか。いや、楽しみやね。ほんとに？おぉ。じゃあ、実際これ食べてみたいですか？あの、ちょっと興味ある。おぉ、正直興味ある。なるほどね。あ、じゃあちょっと期待できるわ。これ期待できるね。意外とね、こいつをラストこう入れることによって待って待って、ラストこう入れることによってラストこいつを入れることによっておぉうまいってなるかもしれない。ほんとかよ、ほんとかよ。まあでも信じるよ、ちょっと。あ、でもどう、あの食す側としてはフラットな感じの方がいい。いや、もう全力でフラットで。あ、全力フラット、全力フラットでいい。あ、もう期待もせず。そう、あ、本当に、あ、いいって。あ、まあ我々いつもね、パスナーやるとき10点満点で 0.5 刻みで評価してるじゃないですか。はいはいはい。もうその通りやってくれたらいいです。ああ、その感じでいいのね。その感じで大丈夫です。もう完全の評価で。そうです、そうです。オッケーオッケー。じゃあちょっと最後の締めを。最後の締め、もう何なんだよ。いや、でもなんかちょっと楽しみになってきたね。うん、見た目はね、はい、すごい。おお、いや、食べ物見た目大事ですからね。やっぱね、見た目大事よね。大事だって、もう見た目から入るもん。やっぱね、なんかもうほんとそれこそね、排水溝みたいな見た目、美味しくてもね、たとえ。あ、でも人によっては、うん、おい、待てよ、ちょっと待ってくれ。話が違ってくるぞ、それは。それは話が違ってくるよ。てか、視界奪われるってすごいんだね。うわ、なになになに、なに、え、ちょっと待って。やめてよ、DNA 的なもの入れんのやめてよ。最後のエッセンスですね。いや、いやだよ。いや、やめてやめて。やめてよ、ほんとに。はいはい。お、何？匂いは急に大きな声出す、びっくりするから。うん。ごめんね、マイク使ってないんやけど。はい。すごい。あ、匂いすごい。すごい。お、これ来たんじゃないの？ね、意外とね、こう色ちょっとね、カメラにはちょっとね映しづらいねんけど。はいはい。すごい。すごい。俺正直言って今これ食べたいもん。お。それぐらい。じゃあどうぞどうぞ、ぜひぜひ。ちょっとね、じゃあガイネさん、はい、まあ今目の前に置きました。あの、ちょっとそのままマイク置いて、で、匂いどう？匂い、あ、全然なんか食べられない感じとかじゃないでしょ。うん、全然悪くないでしょ。おいしそう、おいしそう。ほら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 、おいしそうで今。これ意外と新発見かもしれん、うん、お、来たんじゃないこれ。え、ちょっとマイク置いてもらって、はい、で、右手、これお箸ね、はい、これ箸。もう分かるよね、はい、分かる。うん、で、これがカップと。あー、なるほど、はい、もう分かるね。はいはいはい、はい、じゃあちょっと早速、はいはいはい、テイスティングを。いいですか？はい、お願いします。わー、これね、でもえ、なんびっくりしたちょっとびっくりするから。コメントするとき、あ、今から言いますって言って。あ、わかりました。あ、じゃあ、いや、言えっつって。あ、じゃあコメントします。じゃあ食べます。早速いただきます。いいよいいよいいよ。はい、どうするどうする。プースーからいく、麺からいく。やっぱね、麺からいこう。ごめんなさい、喋ります。え、麺から。プースーじゃなくて麺から。麺からでいい。麺からいこう。麺から、はい。
もうちょっともうちょっと、おおおえっとならへんやろ。お何何何やろ。その後ちょっと一気にブースも行こう。ないないない、出してない。ああ。ああ。ああ。何これ。何。なんだろうな。どうした。苦味と。なんか変な。塩味と。塩味。酸味っていうか。酸味。いや、これまず。え、なんで。最初いけなくないって言ってたやん。いや、なんか最初は。なんか香りすごく意外といけんのかなって思ったけど、おーおーこのね、後からの苦味がすごい。後からの苦味が、後からのやつ。いやーね、なんだろうな、うん、排水口かもしれないこれは。じゃあまあ完食してもらうまで。マジで。え、でも麺はいけるやろ。ちょっと一口食っていい。あ、いいっすよ。いや、あのね、そう思うと思う。なんかね、正直さ、俺普段足し算やるとき食わへん。そうなんですよね。大体足し算やるときは僕か、まあ今日ちょっとあのいない人が一緒に食べるんですけど、ヤマディが食べるのってこれ結構珍しいよ。正直匂いはほんまにいいね。うん、匂いいい。匂いいいよ。どうぞどうぞ。え、食べてる？あー、なるほど。あ、わかりました。なるほどね。あ、出ました、なんか。なるほど、なるほど。どうですか。おー、でも食うってるね。あー、うん、いやでも今自分で食べて分かったけど、はい、お前オーバーリアクションすぎやわ。はぁ、いや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 、ちょっとこう演者というかなんか芸人気質みたいなとこがあってリアクションオーバーめに取ってるとこがあると思う。いや違うね、ちょっとよく味わって食べてみ。全然食えるもん。いや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 、あのね、さっき言ったように、はい、最後に下の奥の方の両端に苦味がふわってくんねんけど、はい、それはそれで新しいんじゃないかっていうふうにはやっぱ思うよね。いや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 、だからあなたは、まあ、戻りますけど、はい、嘘をついている。嘘ついてないよ。やっぱり俺を、本当だよ、俺をスナイプしたと思う。いい、してない、してない。してないよ、してないよ、それはしてない。いや、だって、え、だって感じない？全然食えるもん。苦味の後のなんかその気持ち悪い、いいよ、塩味と、あれが酸味と程よくいい。嘘つけよ。何食ってんだよ、普段から。普段からこれ食ってんじゃねえのか。いや、ちょっと麺食べといて。食べといて、うん、左でマイク持ちながら。あ、左でマイク持ちながらね。ちょっと箸まで誘導してもらってもいいっすか。ここ、あ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとね、犬食いみたいになっちゃうけど。トモ食い。いや、トモ食いじゃねえわ、犬じゃねえわ。いやー、だからこんなん違うな。いや、でも、ん？これは正直、うん、チャンスやったね。うん、あ、これチャンスだったんだ。そう、面白くないね。いや、でもこれ美味しくないでしょ、だって。でも正直言っていい、うん、3個のうちから一番、うん、無難なものを選んだんちゃうかなと思う。あ、そうなんだ、うん、でも全然知らないけどな。これ食うのか、食えんのかっていうか、やっぱ匂いはいいんだよね、匂いはね。え、これ同じだよね。ちょっと待って、同じやつだよね。これさっき俺が食ってたあのちょっと苦いやつでしょ。
苦いやつだよね。ねえちょっとなんか言って、なんか言って、え、これ同じやつだよね。ねえ大丈夫だよね、これなんか違うのいきなり食わせてないよね俺に。デスソースは入れてません。いや待てよ、だからちょっと待って、わさびは入れてません。いや入れてないんだね。からしは入れてません。入れ…どん、うん、今の何、ちょっと待って、あかねさん、あのちょっと食べてるとこ申し訳ないですけど、はい、あ、まあちょっと時間短縮のため、はい、1番と2番どっちがいいですか。1番と2番、1番と2番どっちがいいですか。1番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 です。うん、やっぱ1番だよ。1番1番1番と2番どっちがいいですか。またかい。1番と2番どっちがいいですか。1番と2番どっちがいいですか。いやもう1番だよ、1番。1番 OK です。1番だよ、1番。じゃあガイネさん、はい、ちょっと私、はい、はけますので。はける、はい、待って待って、はけるの。はけますので、はい、食べといてください。あ、食べてればいいのね。食べて面白いこと言っといてください。いやもうだからさ、振りが、お前振りがよ、あの代わりに、はい、緑置いとくんで。緑、何緑って。あー、え、緑、緑って何、緑って。まあでもね、これ食べなきゃね、あれですからね、食べますよ。いや本当にね、何混ざってるかねわからないからね。いやでもこうやってね、俺は思う、なんかね、やっぱ食べ物をさ、初めて食べる人の気持ち、これは食べられるのか、それとも食べられないのか、やっぱそういうのってさ、誰かが食わなきゃさ、わからないわけよ。で俺はそういうね、でこれからもね、なんかそういう時代来んじゃねえかな、なんかこれは食べられるのか食べられないのかみたいなね。まあ、匂いは大丈夫だから、まあ、ちょっと食べます。げえなぁ、なんだろう、ね、大体わかるのよ、大体わかる、これね、何入れてるか大体わかるんだけど、大体ね、これ言ってもいいの、予想みたいなのは。別にそういうのいらない。あれ待って、帰った帰った。待って待って、それ一番怖いやつだよ。痛い、痛えなぁ。なになに、あ、じゃあ帰ってないんだね。え、待って、帰ってないの。じゃあ待って、誰知ってる人。嘘つけよ、全然似てねえな。わぁ、なになになに。どうも、阿部です。あ、どうも、すいません、お待たせしました。ああ、はい、こいつをね、はい、どいつと、こいつをちょっと、はい、インしてきたんで、はい、次はこいつにインすると。はい。いやもう全然だから分かんねえんだって。目隠しされてるか分かんねえんだって。だから俺これもね、うん、あ、まあ早く食って。あ、はい、これもね、俺意外と、うん、チャンスと思う。ほんとね、お前ね、うん、3つとも、うん、全部チャンスの組み合わせになったと思う。あ、ほんとに。うん、でもそれはさ、もともと選んでるのがちょっとなんかナイスチョイスだったんじゃないの。そういうわけじゃないの。あー、出た出たね、思ってもないのによいしょ。概念お得意の思ってもないのによいしょ、出たね。いや、ね、思ってるよ、いつも言うてる、思ってもないよいしょ、出たね。違う違う違う、待って、思ってるよ、思ってる、思ってるからこその言葉だよ。思ってるからこそのスナイパーやろ。違うよ。なんで思ってるからこそのスナイパーってどういうことなんだよ、もう。早く食えや。待って、これ具とかないの。いや入ってるよ。あ、入ってんの。入ってる入ってる入ってんの。いっぱい入ってる。コロッケとか。コロッケ入ってんの。全然感じないけど、なんかシャバシャバだけども、具感ないけど全然。いやでもこれ美味しくねえんだよな。
これどういう人が好きなんだろうね。多分言えない人とか。言えない人でももうちょっと普通に食うだろう。いや俺これでも本当合うと思う。あ次？うん次。次も。次も。期待大ですね。ちょっとでもこっからのは次もだからな。美味しいね。ああ、もうほら、なんか出てきたよ。何が？インスタント麺。インスタント麺？インスタントラーメン？うん。カップ麺特有のなんかさ。カップ麺特有の？あのカップ。カップの感じ。なんであんま面白くないことを声を大にしていったの？いや、俺は伝えたいんだよこの味を。誰に？阿部鬼。誰だよ。え、待って待って、あれ消えた、消えたの。いやこれマジまずいよ。俺なんだろうな。いやお前それは日清さんに失礼やで、サントリーさんと。まあ確かにね。うん。いやでもどう、何が食べてどうだった。いやいや、いけるよ。本当かよ。これはこれでやん。いやもう舌おかしすぎだろうよ。どうなってんだよ。あ怖い、ごめんなさい。違います、あの違います、はい違います、はいごめんなさい。インします。あインすんの。あ早いね今回。早いのかちょっとわかんないけど、てかさもうあとどんぐらいあんのかもわかんねえんだよなこれ。なんかあれだね、なんかちょっと楽しくなってきたね。でもこれは美味しくねえんだよな。うわ、え？ふう。いやこれはこれでいいよ。来た。来た。いやこれ俺ほんとねいけると思う。うん、この人最初のこいつとは、うん、ちょっと違う。違う、全然違う。おお、うん。ジャンルが違う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 。そうなんだ。そう、ジャンヌ・ダルクとあのクリスティアーノ・ロナウドぐらい違う。いやもう全然違うじゃん。歴史上の人物とサッカー選手かい。そう、それぐらい違う。てかもうなんかもうちょっといい例えなかったの。何が。ごめんなさい、なんでもないです。何が。なんでもないです、なんでもないです、大丈夫です。これ食べます、僕はこれも食べます、頑張って食べます。いやこれいいね。これあとどんぐらいあんの。あと200。 200? あーあーあー出たね、オーバーリアクション。違う違う、ガイネさんお得意のオーバーリアクション。いや違う違う、え、だって食べたんでしょ。食べたよ。やばい、これはこれはやばいよ。バイヤーですか。うん、あれね、今までやってきたあのありましたですよね。ああ、足し算、足し算。はい、俺これが一番ダメだ。ほんまに、うん、これが一番ダメ。ほんまに言うてんの。ほんまにこの前やったやん。いやあれはさ、だってまだね、食べようと思えば食べれた。いやこんなん食べようと思えたら食べれるやん。いやこれはね食べれない。こんなんって言ったらちょっと失礼やけど、体が拒否してる、舌が拒否してる、口が拒否してる。それはやっぱ視界を奪われてるからっていうのもあんの。言うたらさ、五感のうちの一つを失ったら他が研ぎ澄まされ、うん、研ぎ澄まされるわけやん、うん、だからより例えば鼻とか味覚とかが感じるようになって、うん、敏感になりすぎてるんじゃない。それはあるかも。でも視覚で言ったら結構保養されると思うね、うん、本当に。いった、え、なんで、なんでびっくりした、なんでいった。いやもうだから鼻に抜けるのも舌に残ってるのも、いやもうゲロゲロまずです。おい、え、お前日清さんとサントリーさんに謝れ。いや違うよ、謝れ。
すいませんでした。さあなんでこれ、なんなのもう。はい、さあできた、次できた、続いて、続いてまるちゃんさん。おお、まるちゃんね、まるちゃんさん、まるちゃん、陶酔、陶酔だっけ。ようやく8割できました、まるちゃんさん。え、8割、はい、まだ完成してないと。仕上げますんで少々。はい、お願いします。なになに、ペリリリリっつった。なんかちょっと甘い匂いしてる。え、甘い匂いしてる。甘い匂いしてる、してる。俺なんか今、あ、待って、ヤマディの匂い。俺が多分来る前にグレープフルーツ浴びてきたから多分それやと思う。待って、グレープフルーツ浴びてくるってどういう状況なの。そこそこの原住民もそんなことしねえわ。やべえこれ。これは何、大丈夫なのかな、これは。やべえぞ、どういうこと。いやー、ヒントくれ、ヒント。あー、なるほどね、はい、匂いね。え、なんでそこ。ええー、何。ちょっと待って、怖いよ、怖い。何をしたの今。ちょっと、少々、もうちょっと、今9割2分、9割2分、あー、だいぶだね、だいぶできてるね。うわっ。なるほど、なるほど。ねえ、もう何してんの、大丈夫なやつだよね。さあ仕上げにね、はい、こちら、はい、キューピーさん。え、キューピーさん。テレテテテテテレテテ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 テ。もうよくないよ、そういうの。どうやろう、しっかり混ぜないとね。あ、混ぜるタイプなんだ。しっかり混ぜないと、これ。いや、怖えわ、怖えわ。どう、期待大。あ、じゃない、フラットにね、フラットに審査しなきゃいけないから、うん、フラットに、フラットに。ね、見た目は、うん、あの、ザ・普通です。ほう、匂いも、はい、普通です。はい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 、どうぞどうぞ。右手を、右手をやつらに。あ、これね、はい、はい、これはね、はい、ちょっと俺もわかんない、もしかしたら消えちゃったかもしれない。あー、うん、じゃあちょっとマイク置きますね。はい、どうぞ。多分さっきと、これあれか、汁ないタイプのやつ。まあ、それは分かんないです。え、ちょっと待って、これ、え、ちょっと待って、どうぞどうぞどうぞ。あ、はい、しゃべります。しゃべります。まず香りからね、香りから。香りちゃん、おう、磯野。ツッコめや。じゃあもうダメだ。おお、これ、あ、ごめんなさいごめんなさい、大丈夫、しゃべります。これね、いい匂いです。これもいい匂い。きたね、これいいんじゃない。もう一気にいっちゃおう、一気にいっちゃおう。ちょっと多く、多めに、多めに。待って、待って、いっちゃおういっちゃおう。
そう、いっちゃおういっちゃおう。でも混ざってんの？混ざってます。でガイネさんが好きなちょっと固めに仕上げてます。あ、ありがとうございます。はい、いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。なになに、どうしたどうした。なんもない。いや、何これ不思議。不思議。食えなくないやろ。うん、なんだろうな。おいしい。お、これおいしいかも。来た。これおいしいかもしれない。さあ、アホみたいに食っております。うまい。これ美味しいんじゃないの。さすがまるちゃんやね。これ美味しい。まるちゃんと農協。農協農協。そう、まるちゃんさんと農協さんのコラボレーションですよ、これは。農協？農協？ちょっと俺も食っていい？あ、どうぞどうぞ。これは俺は美味しいと思うけどな。なんかね、ちょっとね、でも最初のすすり、最初のすすりで感じる鼻の抜けの匂いがちょっと酸味が強い、ね、なるほど。ちょっとあの感じに似てる。なるほどね、なるほどなるほど。なんかちょっとね、デザートっぽさもあるよね。なるほどね。どう？いや、まあ俺はさっきの方がいいかな。さっきのはちょっと俺はダメだな。これは？え、だって待って、農協って何？何が入っ…なん…あ、もう犬食いでいいんで。あ、犬食いで、はい、もうもうこれもいらないんで、はい、しっかり。ガネさん、しっかり。一緒です。いただきまーす。いただきまーす。これはダメだろ。なんでなんでなんで。これはダメだよ。どこらへんが、どこらへんが。説明説明。オレンジ。何か。オレンジ？いやいや、違いますよ。え、違う？はい。本当に？違いますよ。農協さんのこれですから。農協さんのこれ？え、なんかすごいオレンジみたいな味。プース、プース行こう、プース。プース？いや、お前が感じられてなかっただけやって。そう、資格を奪われてるからね。プース行こう。え、分からんの？分からん。何味よ。なんか洒落たオレンジのデザート。あ、デザート感覚これ。俺はね、そう。あ、デザートやったら逆にいける。いや、ちょっと、さっきのは10段階で言ったら何点？いや、もうさっきの1。これは？これ？これはね、8ぐらいある。嘘つけ。いや、ほんとにほんとに。え、なな、この1段階目と2段階目の2つの味わいがあったやん。あ、これね。うん。どっちがどうなん？どっちがいい？あー、でもね、どっちも楽しめると思う。あ、2段階でな。うん、2段階で楽しめる。で、込みで8点なんや。そう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 。これ完璧やね。俺は好きだよ。え、だって2回楽しめんやろ。うん。これ来たね。来た。これちょっと阿部用に食わせたいやつ。いや、無理やわ。え、汚ねえな。またホラ風紀した。してないしてない。え、待って待って、そんなに違う？人の味覚って。うん、こんなに個人差出る？じゃあ1回食うね。うん。てか俺は何を食ってるの？ない。
いや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 絶対ない。本当に？なんなん？違う違う、なんなん？あれなん？ホラ吹きなん？いや違うって。いや絶対俺と阿部王の舌は多分一緒だと思う。同じ評価をね下すと思うよ。お前名前変えたらホラ吹きに。ホラ吹きんってもう解明すんの？いやありえへんもん、こんなん。何がデザートやねん。いやだからそれね、あれだって資格にとらわれてんだって。いや資格込みの料理やし。いやもうじゃあ俺にも見せてくれよ。もうもう趣旨変わってきちゃうじゃないか。もういやこれないわ。いや本当にない。何がないの？1段階目やったら全然、全然っていうかまあまだまだ。いやこれは100ない、うん、100ない。うん、そんなに。ちょっともう一回食っていい？もういい？まあ、でも食っていい俺。ちょ俺これは食えるわ全然。いいよ食ってていいよ。食ってていい、マイク。うん、食ってていい、食ってていい、いいよ。もう気にせず、番組とか気にせず食ってていい。はいはい、というわけでね、残り時間もあとまあ3分ぐらいですかねになってきたということで、ちょっと告知の方をねいろいろしたいなと。喋んな、食っとけバカ野郎。告知の方をねしたいなと思います。まあ、まず先ほどのミカと奄美の楽屋裏でもね言ってたんですけど、10月22、3、22、23、24に東北ツアー、ジェットロボットのアーティストがね行くんですけれども、まあ我々 TNG 小僧がまあそちらに一緒について行って、まあロードムービーを撮るという一大企画があるわけですよね。あるわけですよね。はい、臭いボケで。続いてこちらがすごく大事、11月5日なんとここ高田馬場ジェットロボットで、まあ、我々主催のイベントが開催されると。そこしっかりしろよ。そこはしっかりしろ。開催されると。はい、開催されるのね。思います。誰誰誰。どの人なの。どの人の立場。開催します。うん。ね。うん。何やるんですか。え？ガイネさん何やるんですか。あ、僕はあれです。あの回しです。回しをつけて。回しをつけて。つけて回しをつけてラーメンを食うと。はい、ずっとね。そうそう、3時間。そうそうそう。まあ、11月5日ね、まあ我々 TNG 小僧がこの TNG 小僧のバラエルを始めてちょうど1年と。おお、まあ、今日がね、うん、11回目ということで。いやー、感慨深いね、なんかね。まあ、それを記念してのはい、ごめんなさい、イベントということでね。まあこちら19時からこちらでやりますんで、はい、まあぜひともね、興味ある方もない方も、はい、来ないとやばいぞと。ぜひぜひと。ガレンさん、最後なんか言うことありますか。最後ですか。はい、やっぱこれダメですね。これやっぱダメでした。なんなん、お前やっぱホラ吹きやな。いや、ね、あれです、ファースト、セカンド、サードぐらいまではね全然いけるんですけど、キャッチャーに戻ってきたら、うん、もうない、うん、ボークほんとにとんでもなかったわ。こいつはとんでもなかった。え、すいませんね、最後しょうもないコメントでね。というわけで今回ね、まあ、僕のタイヤを打ったのは概念ということが判明しましたので。してないよ。まあ、皆さんもそこら辺ちょっと気をつけながらね、我々とちょっと接していただければなと思います。おい、マジか。ではまた次回ね、10月18日の放送お楽しみに。さよなら。バイバイ。